はい、どうも、ケトケン師匠のゆずわです。はい、ゼロ崎です。はい、ということで、皆さんね、学生の皆さん夏休みだと思いますけど。そうですね。我々社会人にはね、あまり夏休みという概念ないんですが。僕も陰性あんまないですね。そうだね、陰性はないね。陰性は研究してますからね、あんまり。常にもう変わりはない、ね、そんなに、うん。という感じなんですけど、学会が増えるぐらい。そうですね。そんなことない。まあ、夏休みって感じじゃないな。僕は結構春と秋が多い、うん。なるほど。ということで、まあ、人それぞれだと思いますが。はい、ここでですね、いつものようにプラス1時間、計2時間のですね、勉強ライブをやっていこうと思っております。いいですね。これやり方はいつも通りですね、この2時間で何をやるというのをまず最初宣言して、はい、目標を決めて、で、25分やる5分休憩、25分やる5分休憩を繰り返すと、はい、で、その25分の後の5分休憩でこの25分で何を得たかみたいなのをですね、みんなで振り返っていくということで、勉強の進度をですね、確認しつつ、はい、自分で冷静に、成果を上げていこうと、はい、いうのが目的になってるわけでございます。はい、ということでオープニングも長くてもしょうがないからね、はい、早速やっていきましょうか。いや、本日は何やるかっていう話ですね。はい、何を？僕は、この前論文を上げたんですけど、アップしたんですけど、そしたらなんか海外の大学の人から、うん、似たようなことやってますみたいなのが来て、その人が書いてる、ね、論文送ってきてくれたので、これなんかまだ見せられない、皆様には見せられないんですけど、それをね、うん、読んでる。他の人が何やってるか勉強しようと思います。あ、なるほど。そうやってまあリンクしていくわけだよね。そうね、周りの人と。なるほどなるほど。人と、まあ、お知り合いになって、うん、まあ自分、まあちょっとだけ違うことやってるんだけど似た内容ってことで、うん、この人が何やってるか理解すると、あ、この人こういうことをやって、こういう手法でこの技使ってこの問題解いたんだ、うん、じゃあ自分はどうしようかな、自分は同じことやるのか、それとも、別のアプローチでいくのか、うん、そういうことを考えようかなって思います。そうですね、常に世界最先端でいなきゃいけないからね、大変です。僕は、記事をね、書いていこうと思います。スクイズノックの、いいですね、久々にね、お題として与えられた記事があるんですけど、まだ終わってないのでやらなきゃいけないんですが、まあ、記事を書く中でですね、そのどうやって文章を作っていくかみたいなのの過程とか、考え方なんかも、お見せできればなと思っております。はいはい、ということで早速やっていきましょう。最初の25分スタートです。はい、さて、僕は iPad だね。 iPad と分かんないことはこのパソコンでやっていこうと思います。俺もこいつを使っていく。
はい、25分終了です、はい、お疲れさんです。ここから5分休憩です。トイレ行きたい人はね、はい、この回に行きましょう。俺も後で行きます。はい、さあ続きどんな感じでした？まあ3ページぐらい見進めて、まあまあまだまだ15ページぐらいあるんで、なるほど、あ結論にたどり着いてないですけど、うん、なんかだ大体こう何ですか、どういうフィールドで研究してるのか伝わってきました。なるほど、英語論文だよね。そうです。なるほど、分かんない単語があったらここでね調べてね、そうね、ここに書いてる。だから本当に読むのがまず大変というやつですね。はい、僕はですか、記事のプロットを大体こうねザザッと書き出して、今回高校生クイズに関しての記事を書いてるんですけど、なるほど、まあコンセプトと優先事項、まあ、何が優先されるのかみたいなのを、まあ、いろいろ条件があるんで優先順位順に書き出して、でそれに基づいてどんな企画にしたいかなみたいな構成案を大体図にしたという感じですね。いいですね。大体こう書き始める前はほとんど僕がこうやって図にまとめてからスタートするって感じで、ちょっと まとめたところで書き出してみたんですけど、いくつか難しいポイントが見つかったんで、そこを最後うんうん悩んでたら25分経ったって感じでしたね。なるほど。なのでまだ悩み中なので、次はうんうん言うところからスタート。あー大変、一番大変なところね。そう、一番大変なところ、一番大変なところです。ちょっと演出面でですね、厄介なところがあって、まあ、解決したらちょっとまとめて話しますけど、ちょっと難点か、ここちょっとな演出上うまく表現できるかなみたいな不安点があるっていう感じです。なるほど、はい、わかりました。はい、というわけでじゃああと3分ぐらいあるかな、ちょっと休憩しましょう。休憩しましょう。ちょっと俺も閉じてこい。こうやって5分間も映ってるんですか？だらだらしよう。5分間やっぱり何も考えず休憩するのがいいですよ。水分補給しないと。じゃあやってくれ。あと40秒ぐらいあるから40秒ぐらい探検を。はい。だらだら。ああ。まあでも男のダラダラが大事だから、ね。そう。5分間で何もしない方が。ちゃんと頭をリセットするのが大事。105分授業とかこの休憩タイム1回ぐらいないと本当辛いし、いやしんどいですよ。東大105分授業なんですけど、まあ、辛いよ。90分でもう長いなって思ってたのに、うん、さらに15分いって、そう本当に途中切れるもん。集中105分ってもう2時間だからね、ほぼね。そうね、先生によっては途中で休み入れてたしね。うん、いやいやいや
残りが、あと3秒なんで、ね、じゃあ復習しますか。じゃあ、KLT やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。
25分でございます、はい、お疲れさんです。皆さんお疲れさんです。どうでしたか？まあ、あの半分ぐらいまで来て、一段落ついて、ここからさらに、一般的な内容を進めそうとしてるんですけど、僕の研究とは一応設定が違うということで安心しました。お、なるほど。そう、かぶってたらね、かぶってたらね、これかぶってたらやばいんですよ。かぶってたらどっちかが、つまり論文ってね、新しくないといけないんで、かぶってたらどっちかが負けるんですよ。そう、どちらかが自分の研究を捨てることになるからね。大変ことになる。でもかぶってなかったらどっちも新しい結果だから、あの、めでたくこうね、あの、どっちも業績ってことでいいんだけど、かぶってたらマジでやばいところだった。胸をなで下ろしたと。本当に怖い。こういうことがあるからね。こういう時は、うん、先に論文出た方が勝ちってことになるんですけど、途端に競争相手じゃん。もうそっからもうめちゃめちゃ急がないと次の論文も、ね、今勝ったとしても次の論文負けたらもうこう、そうね、もう大変になるから、言い換わられちゃうから、やべえ、やべえってメール来た時にね、やべえって思ったりしてね、かぶってないからセーフ、ね、セーフでしたね。そう、よかった、安心しましたね。俺はもう書いてもうちょっと悩んだんですけど、はい、悩んでこれちょっと悩んでも結論出なそうだし、どっちもビジョンが思い浮かばないから書こうと思って、とりあえずですね、ガーって原稿書いて、見比べて、はいはいはい、ああ、なるほど、最初の結論が良かったなという感じに至ったって感じですね。うん、なんていうかこう、2センチぐらいのテキストの中に1個トリックというか、明かしていない事実があって、はいはい、それがだんだんとリビールされていく、明らかになっていくという、はい、なんていうかこう、高校生クイズについて書いてるのに、若干探偵小説みたいになったんミステリーみたいな、ミステリーみたいになったんだけど、はい、それをですね、どう仕込もうかなというので、そういう風にやって、どこでネタバラシをしようかでずっと迷ってたんですけど、書いてみたら、ああ、ちょっとしっくりきたなっていうのが見つかったんで、じゃあこれで書き進めようかなと思ったら、うん、ネタバラシのやり方についてもまたちょっといろいろな選択肢が出てきたんで、うん、どうしようかなっていうのを悩んで、悩んだ結果として毎回書くのをやってという感じです。はい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 、とりあえず書いてみて、そう、うまくいったらそれでいいし、そう、調子いい時はさ、もうその場でなんとなくソリューションが分かるんだけど、うん、今日はもう書いてみないと出てこない日だから書こうと思って、そういう時ってよくありますよね。そうね、とりあえず動いてみてみたいな感じでした。はい、はい、ということで、ここで折り返しです。皆さんもしっかり休憩してですね、次に臨みましょう。はい、じゃあ、あと3、2分半ぐらいかな。もうガラッとしよう。じゃあ、お手洗い行ってこい。ほんと。立つのもね、こう、血を巡らせる上で大事ですからね。鶴崎、あと15秒だよ。やばい。あっ、ちょっと落とした。おい、10秒です。急げ、急げ、お茶を飲んで。
っしゃよっしゃ、じゃあ第3ラウンド始めていきましょう。はい、お願いします。お願いします。
25分終了でーす。ということで、どういくらですか。あ、僕は俺はね、はい、すげえ済んだ。すげえ済んだ。あの多分この25分ずっと書いててもうただひたすら打ち込んでて、多分ねこの25分1000字ぐらい書いたかな。えらい。だから逆にちょっとオーバーしちゃって今削りに入ったぐらい。なるほどね、書かないと済まないですからね。そう、とりあえず今日はもう書くんだというあの、うん、自分の今日の調子が分かったからパーって書いて今削ってっていうので、ようやく整合性を保つなんだけど、あとはそのさっき言ったギミックの部分、はい、あのネタバラシの部分をどう徐々にこう見せていくかみたいな設計の部分が大事になってくるかな。だからとりあえずボディだけ作って、あとはシェイプを整えて彫刻にしていくみたいな感じ、はいはいはい、です。荒削りにやって最後こううまく綺麗に見せるね、はい、って感じかな、はい、僕は、まあ、大体読み終わって最後なんか1個だけ残ってる照明があるんで、それをやるってんで、あと4ページぐらいだから次で読み終わる出るかなって感じです。照明とかは手動かさんでも結構頭で分かるもん。まあまあ大体こう、うん、分かりますよ。なるほど、ね、なんて言うんだろう、やっぱその、うん、なんだろう、まあ大体院生 大学生で学部生修士、うん、博士あるんだけど、うん、修士ぐらいになるとまあ大体数学の読解力はカンストぐらいになって、そうなんだ、なんだろう、そいつらが分からないようなその数学の数学は、うん、その良くないっていうか、その論文としては説明できてないじゃん、なるほど、もっとちゃんと説明してよっていうツッコミが入るんで、修士を終わったレベルだとちゃんと理解できるぐらいの言語感ではないですよね。そう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 、だからあんまりジャンプすると そういう論文もあるんですけど、うん、あんまりジャンプすると怒られるっていうか、そのなんかあんまりいい目で見られないんで、うん、ちゃんとそのそういう教育を受けてきた人にはちゃんと分かるように書いてあるんで、大体。なるほどね。今の論文は、まあ、大体読めます。あの、はい、宇宙最大ヒミラー理論ね。あ、なんかあれ、なんか難しいらしいですね。うん、そう。なんかたまにこう、天才数学者がこう、天才の発想でボン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 って言っちゃって、なんだこれってなって、なる場合があるんですけど、うん、まあそういう場合はね、結構ね、あの、間をこう、埋めてもらったりとか、なるほどね、これ明らかじゃなくないみたいなのは、うん、こう新たに別の人が埋めたりとか、はい、あとはまあ本人がすいませんってこう埋めたりとか、うん、これは怒りませんけどみたいなツッコミを受けるっていうことが多いですね。なるほどね。ということで、これが最後の休憩になるのかな、はい、ということでしっかり休んでいきましょう、はい、皆さんも自分がね、見つけたこの25分間の発見だったり成果だったりをコメント欄で報告してください。どうぞ。はい、あと2分ぐらいか。2分ぐらい。ここでね、まとめてね、俺もちょっと頭を整理して。いやー、書きすぎたなー。でも書い、今日は書いて分かる日だ。確かに、そういう時ありますよ。そう。書いて分かる人は頭でやって一気に書く人がある。うん、今日は書いての日だな。よし。5周年記念展出張中、めちゃめちゃこう見えてめちゃめちゃ真っ白いっていうねそう、裏面でただのパネルとかぱっと見わかんない、ね、そうだよね、意外と俺も動画見てた方がわからんのと思った、ね、めちゃめちゃペラペラ。そう、人間は意外と物を記号で認識しているんですよねことを感じてこっそり増やしても取れない。確かに2、3個ね人の借りてきて増やしたから逆にその理論で言ったら5周年記念ってこのパネルでいいんじゃないかいや、それはそれはちょっとな悲しすぎる。間近で見たらわかるからな。そうね、俺たちも見慣れてる、ここは見慣れてるけど、うん、5周年記念店の場は見慣れてないから補正は起こらない。確かにここに差がある。動画だと遠いから、別に動画これ見に来てるわけじゃないですから、ね、そうなんだよね。5周年記念ってこれを見に来てるから、これ見に来てるからで目的が違っちゃうから。皆さんよく休みましたか。本当ね、このね5分の休みは大事ですから、ね、そう、5分休憩しないとね、しっかりと25分間ハイパフォーマンスするために休憩する。でこの5分間で、ね、軽くねやっぱ振り返る中間がつくと夏休み特にいいですよ。
それ学習習慣をね、身につけるのが大事だ。まあ2時間も勉強すれば結構やってますからね。そうね、時間しっかりと、しかも2時間のうち1時間40分をしっかり集中して使えたら、うん、結構ね、いい感じになりますから、というところで休憩が終わりました。さあ、じゃあラスト15分間頑張っていきましょう、
はい、終了でーす。おい、ちょっとあっという間だったな。確かに、クソ読み終わらなかったな。あと2ページなんだけど俺もちょっとギリ終わったな。後で読みましょう。いや、どうでした？いや、ちょっと難しかった。あの難しかった、証明そう、長かった、長いいや、まあ、長い証明ってのはよくあることなんでね、うん、いいんですけど、もうちょっと、帰ってちゃんと読もうと思います。もうあと2ページだしね、うん、はい、どうでした？いや、なんかやっぱり HTML の書式にして整地してたんだけど、はい、文章、はい、やっぱりこう普通に自分が書きながら読んでる文章とこうやってこう、うん、なんだろう、束になって段落分けされている文章って全然受けるイメージが違って、うん、自分が書いてる時に思ってたのとは全然違う印象がさ、文字の束としてあるわけよ、はいはいはい、だからそれをどうやって俺が持ってた印象に近づけるかなみたいな感じの作業をしてたから、うん、なんかこう切り張りの工作をしてる感じだった。ああ、確かにウェブページに載せるとね、そう、文章のなんかね、感じがフォントも違えば、うん、文章の感覚も違えば、思ってると脳内にあるのと違いますから、ね、ちょっと読みづらいなと思って、ここからもうちょい削ることになるんだろうなという感想を抱きながら作業をしてたって感じでしたね。なるほどね。やっぱこの、なんだろう、実際やっぱ書いてみて、原稿紙とかもそうだけど、書いてみて、一回読み直すと、はい、うん、やっぱ書いてる時に頭の中にある文章と、アウトプットされた文章は全然違うから、本当読み直しは大事だなって、当たり前のね、結論にたどり着きました ね。この25分はずっとそればっかり言ってました。書いては見直し、書いては見直しというね、繰り返して文章はできていくということでね。そういうことですよ。夏休みはね、結構普段皆さんやらないような文章書きの仕事結構あると思うんで、はいはい、ぜひこう読み直して、何度もね、遂行して、当たり前のことなんだけど。そうなんで、でもやっぱ書きっぱなしだとね、まず文章の意味通ってないですからね。そうそうそう、全然あるから。普通にあるからね。そういうのがいっぱいあるんだよ、皆さんも夏休みの宿題やるときにはそれ気をつけてください、はい、で、この記事が出るのもね、楽しみにしましょう。そうです、はい、いつになることやら、ね、もしかしたらもう出てるかもしれない。確かにね、これが出るときにはもうこっちの方が編集早くて、こっちの方が先に出てるかもしれません。そしたらこうやって、そしたら概要欄に、はい、貼ってもらいましょう。そうですね、それで読んでいただくと、まだだったらまだですって概要欄に書いてありましょう。はい、ということで、今日のクイズのこと学ぶはこれで終わりでございます。はい、2時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。長丁場でしたね。ええ、で、皆さんも今日得た学び、何をゲットしたかみたいなのですね、ぜひコメント欄に書いていただきたいですし、はい、今日やったこと、達成できたこと、もしくは課題なんかもですね、ハッシュタグクイズドクと学ぶをつけてツイートしてください。それ書くとね、より自分の学びに生かせるんでね。記録として取っておけるし、シェアすることで他人からもね、いいフィードバックが得られるかもしれないので、うん、そうやってみんなで高め合っていきましょう。はい、ぜひやっていきましょう。ということで、今日の成果とかをですね、感想もコメント欄に、この動画のコメント欄に書いてくれたら我々としても嬉しいです。はい、我々としてもそれを見て、まあ、改善していったりとか、僕たちの学びにしたりもね、することができるので、ぜひ Twitter とコメント欄と、そしてこれ見てる人はチャットもうまく利用してですね、楽しくやっていただければと思います。はい、ということで、また次回お会いしましょう。一緒に勉強したい友達がいたら、ぜひ声を掛け合ってください。はい、チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。さよなら。さよなら。通知をオンにして。